三重さんがぐいぐい来る好きな子がメガネを忘れた第10話の感想を言いたいと思います。チャンネル登録3000人目指してるのでチャンネル登録お願いします。おい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 、もう付き合っちゃえよ。好きを自覚した三重さん止まらねえよ。もう止まるんじゃねえぞ。二人の関係の変化、物語が動いてきて、何これ。このアニメワンクールで何か決定的な何かをしてくれる可能性大。いいね。今日も今日とてメガネを忘れた三重さん、教科書一緒に見る？うん、ありがとう。もう好感度マックX じゃん。あと髪型がめちゃくちゃ可愛い。圧倒的同意。教室でリア充爆発しろーのイチャイチャ顔近づけをやってたら染谷さんが登場。この子可愛い、可愛い、可愛よ。三重さんとチューしてたの？チュー。何その言い方、可愛すぎ。チューチュートレインしちゃう。やばい、周りから変な誤解されてると悩む小村くん。誤解じゃないだろ。どう見たって恋人同士にしか見えんわ。三重さんだけに？お後がヒュイゴー。そんな小村くんの気持ちも知らず、じーっと小村くんを見つめる三重さん。もう好きじゃん。いや、自覚してるんだけど、メスの顔。俺たちにもあったらなあ、あんな頃が。悲しくなるわ。なんだかんだで怪我して保健室に行くと、アニメあるある、保健の先生がいなくなりがち。仕事しろ。保健室では小村くんが染谷さんとばっかお話ししてて、自分もお話ししたいという三重さん、照れんなよ。可愛いかよ。からぬ一日一回顔近くで見ていい条約を結ぶ。なんだこれ、もう濃厚接触じゃん。この雰囲気エロすぎだろう。保健室のベッド空いてますよ。完全に恋人の距離感になってる。中盤は髪の毛かい。ロッカーに髪が引っかかった三重さん、髪ごと引きちぎろうとする。ワイルドだろう。箱入り娘じゃないよ。思い切りが良すぎる。ここで隣でポニテしてる三重さん、たまらんわ。脇、脇が目に入ってしまう。俺は小村くん状態になっちゃう。小村くんは変態だから、三重さんの切った髪の毛絶対持ち帰ってると思う。そして三重さんの髪の毛を結んであげる小村くん、もう事後じゃん。エッチした後の関係だよ小村くん。小村くん大人の階段すっ飛ばしすぎ、登りすぎ。髪型結んでもらってご機嫌の三重さん、毎朝こうだったらいいのに。俺が毎朝結ぶってこと？うん、学校で。うんうん、いかつー。逆プロポーズじゃん。俺の髪の毛毎日結んでくれだよ。小村くんの頭ショート考えるのをやめたカーズ様状態、キャパオーバーだよ。ここの破壊力ドドンパー。さあ最後は文化祭準備、リア充の青春、ヒリアのトラウマ。小村くんのそばに少しでもいたい三重さん、マジワンコ、モフモフしたい。そして人気のない部屋で二人っきり、センシティブな状況で顔を近づけ顔を見る。槍部屋でイチャイチャしてる。学校の槍部屋でイチャイチャしてんのやばすぎだろ。これでチューしないは無理だろ。チューしろチュー。そして教室に戻る小村くん、顔には三重さんの手の跡が。素晴らしい落とし方。チュー5回から始まってキスマークならぬ手マークで落としてんの素晴らしい。この手跡キスマークの何倍もエロいわ。興奮する、テンションぶち上がってくる。変わっていく二人の関係、三重さんが好きを自覚して二人の見方が変わると思ってたら、露骨に三重さんが前へ前へ全身全霊突撃。やさしいんだよ。びっくりしたこの回。これ次回予告からも二人の関係急激に動くんじゃない。小村くん自信持て。小村くんが動けば全てが変わる。最後まで動画を見てくれたあなた、チャンネル登録3000人目指してる。チャンネル登録、動画のビデオになるので高評価、そしてチャンネル登録お願いします。最後に一言言わせてもらうなら、生徒会役員どものトイレだ。